松原おさおは、日本の政治家、弁護士、元衆議院議員、疎開先の香川県に生まれる。1964年、大阪府立大手前高等学校卒業後、現役で東京大学法学部入学。全員共闘運動に参加し、東大全員共闘のメンバーとして、安田行動にも立てこもった。安田行動攻防戦で、狂気準備集合罪などで逮捕。 起訴された。1971年、大学卒業。同年、司法試験に合格。安田行動工房選の判決が、確定するまで弁護士登録ができず、国会議員秘書などを務める。司法収集33期を経て、1981年、弁護士登録。新人でありながら同期の弁護士と、奈良総合法律事務所を設立。 土井高子社会党委員長に壊れ、川本俊美の後継として、1990年の第39回衆議院議員総選挙に、奈良全県区で日本社会党から出馬し、初当選。当選後、社会党の一年生議員を中心に、ニューウェーブの会を設立。伊藤秀子と、千国義とを共同代表に据え、筒井信孝と事務局長を務める。 参加者は、秋葉忠敏、池田元久、岡崎富子、八郎義雄、細川律夫、松本龍など。1992年、枝田沙月が設立した政策研究会、シリウスに参加。1993年7月、第40回衆議院議員総選挙で落選。1993年9月、事務所を独立し、 松原長佐尾法律事務所を設立。1994年6月29日、村山内閣成立の前日に、社会党奈良県本部に、離党届を提出。同年12月10日、新進党の結成大会に参加。しかし、新進党に合流した元新政党の前田武氏元公明党の森本康二がいたため、入党を拒まれる。 1995年、奈良県知事選挙に無所属で、出馬するが、落選。1996年9月、スキルス性胃がんが見つかり、半分を切除した。2001年10月、突然、原因不明の高血圧症を発症し、錯乱状態に陥り入院。回復するが、極度のうつ病にかかり、同年11月、病気療養のため、弁護士活動休止。 2007年、弁護士活動を再開し、アスカ系法律事務所を設立。ありがとうございます。